はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルフィッシュです。では今回はギレンの野望、ジオンの系譜、ジオン軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回苦労の末にようやく第二次降下作戦のその目標である北米大陸の制圧、これが完了しています。まあ、具体的にはキャリフォルニアとあとはニューヨーク、この2つをね陥落させたことによって第2次降下作戦の完了ということになっています。今回第3次降下作戦をデプレイしていきたいと思うんですけども、第3次降下作戦を発動するのに必要な資金5000が今ちょっと割り込んでしまっていない状態なので、まずはこの5000を確保して第3次降下作戦を発動していきましょう。これによってアフリカ大陸キリマンジャロ基地への攻略を可能にしようと思います。開発に関してはドームがやっぱり欲しいので、お金を投入しています。ドームは基礎技術レベル6、モビルスーツ技術レベル8必要になりますので、今それぞれ約半分まで到達したという状況ですね。このまま引き続き開発にはお金を投入していきましょう。では時間を進めながら、軍の再編とあとは周辺の制圧を進めていきましょう。北米はですね、カナダにも進出してしっかりとした地盤をね、築いておきたいというふうに思いますので、北米軍を指揮してここを制圧していきましょう。でさらにですね、できればメキシコあたりまで進出はね しておきたいかなというふうに思っています。では時間を進めていきます。今はですね、オデッサの隣ロシアで敵を迎撃しているというところなんですけども、今のところモビルスーツザク J 型、まあ、つまり陸戦タイプのものになりますけども、これの優位性があって敵の方が多くてもこらえているという状態ではあるんですけども、まあ、やっぱり補給ラインを保ったりとか、あとは物量で攻めてこられると苦しい場面も見えてきているので、早急にですね軍備を整えたいと思います。並行してもちろん第3次降下作戦も行いたいので、その第3次降下作戦のための資金5000の、お金をね貯めておくというのが一つと、あとですね、陸路でキリマンジャロというのはなかなか現実的じゃなさそうなので、ソロモンでザクの陸戦型、これの生産を行ってですね、ソロモンから降下する、そういう作戦を考えたいと思います。よって当面の間はですね、開発でドムが作れるまで技術レベルを上げつつ、モビルスーツはソロモンで J 型を生産していき、戦力を整えていきたいと思います。指揮官用ザクができたので、これでまた新しくですね、シャア専用ザクのアップグレードとかもできると思いますので、せっかくなので確認しておきましょうか。まあ、そこにお金をどれくらい使うかというのはありますけどね。シャア専用 06S のシャア専用ザクですね。あとは高機動型ザク、これは宇宙専用機としてもうちょっと強化するか否かというところなのかなと思います。いや当面の間どうだろう、お金をなかなか攻略作戦に回せない状態が続きそうですね。ソロモンでは J 型を今大量に作らなきゃいけないという事情もあり、資金が少し不足、ショートしてきてるのかな。資源に関してはね、まあ、ある程度古くなったものを新しいものに変えていくということで回収できるものもあろうかと思うんですけども、そうじゃないものに関してはやっぱり残しておく必要もあり、さらに言うとお金をね、どうやって稼ぐかという手段においては資源のように何かを廃棄してっていうこともできないので、ここは地道な進行戦を行って少しずつでもいいのでお金を吸い上げられる場所というものを確保しておきましょう。ここはだいぶジェダイ、ジェダイになっちゃったな。ジェダイになるとちょっと全然違うものになっちゃいますね。結構ねスターウォーズも好きなんでジェダイって
なんか言ってしまったんですけども、土台とザク2の J 型組み合わせたもので救援に向かいましょう。これはロシアの救援ですね。でさらにここにパイロットも乗せますか。水陸両用タイプがない以上はね、ある程度数揃えた土台を使うしかないので、土台をね、使っていきましょう。であと3連星もザク1から下ろしているので、これにザク2乗ってもらえますか。しばらくの間ガイア、オルテガ、マッシュというところですね。これを救援に向かわせましょう。まあ、そういう意味ではここも本当に踏ん張りどころになっていて、モビルスーツ数がねやっぱりちょっとまだまだ揃ってきていないというところが、まあ、ここでも如実にはなってしまってますかね。まあ、ロシア3に関しては敵の部隊数がだいぶ膨れ上がってきましたね。まあ、ここを落とされるともうここはオデッサしか残らないということになってしまうので、まあ、ちょっとそうならないようにね、なんとか耐えたいなというところなんですが、シュタイナーが撃破された。まあ、ここまで囲まれるとちょっとしんどいのかな。まあ、3連星を増援で派遣してますけども、ここまで戦力差が開くとどうなんだろう。3連星でどこまで、巻き返しができるのかというのはね、ちょっと頑張らないといけないのかなというふうには思います。まずは補給のラインを切られないように、カットされないようにだけは気をつけましょう。で、あとは、この J 型は絶対に守りたいので、特腕はここで回復。マゼラタックも一度分離しちゃおうかな。で、マゼラトップにしちゃって、数を増やして、なんとか増援が到着するのを待つという方向で考えましょう。オデッサから補給のラインはつながっている状態なので、これを維持して、なんとかねここを守りきるという、まあ、そういう作戦を、展開していければいいかなと思います。まあ、そういう意味だとどうだろうな、単純に索敵目的でドップもうちょっと投入してもいいかな。今のだとこちら索敵できる機体が全くないっていう状態なので、あんまりいい状態ではないですよね。まあ、ちょっと全く関係ない話になっちゃうんですけど、ロシアといえばですね、今ちょっと好きなポルノ女優さんがロシアの人でいるんですけど、エヴァ・エルフィーちゃんっていうね、もう本当にむちゃくちゃ綺麗なポルノ女優さんがいるんで、まあ、興味ある方は少ないかもしれませんけど、ちょっとエヴァ・エルフィーちゃんで検索してみるといいと思います。ようやくこれで、ロシアの3が制圧完了しそうですね。まあ、3連星を派遣してやっぱり正解だったのかなというふうには思います。まあ、ただこの後さらに進行戦ができるかというと、モービルスーツの数がちょっと足りていないので、今はソロモンで陸戦タイプを作ってキリマンジャロに下ろす、進行するっていうのを最優先に、ヨーロッパでの進行作戦は一旦ここでやめましょう。本当だったらね、制圧続けて拠点を多くしてお金をもっともっと集めていきたいんですけどね。開発部の報告をご覧になりますか。この新兵器はシャア専用ザクですね。シャア専用ザクはすぐにシャアの元に届けましょう。はい、ではお金貯まりましたので21ターンを迎えていますが、ここでようやく第3次降下作戦、これの発動を行っていきましょう。これより我が軍は第3次降下作戦を開始する。目標は中部アフリカキリマンジャロ基地だ。各員の健闘を祈る。はい、すでに部隊は衛星軌道上アフリカ上空に集めてありますので、これをこの後下ろしていきたいと思います。
でさらに部隊はですね、エジプト方面から進出するためにアラビア半島に部隊、進軍中なので、これも同時にキリマンジャロ基地にね、突入ということができればいいかなというふうに思っています。はい、キシリアから潜水艦隊設立の提案が来ていますので、これ潜水艦隊設立しちゃいましょう。マッドアングラー隊ですかね。早速潜水艦隊を設立します。それともう一つ提案が、潜水艦隊の能力を最大限に生かすために海洋での行動拠点が必要です。太平洋の中心に位置するハワイ諸島ならば、その役目を十分に果たすことができ、まず残念ながらハワイ攻略するため の戦力、まあ図獄ができるまではまだハワイ攻略作戦はできないかなと思うんですけども、まあいつでもハワイ攻略作戦が発動できる状態にはなったと思います。図獄はですね、技術レベルが663、まあつまり基礎技術が6、モビルスーツ技術が6、モビルアーマー技術が3必要になるので、まだちょっと足りてないのかなっていうね、そういう状況にはなっています。ここに来てついに連邦がガンタンクの生産始めてますね。画面の上、今アラビア半島にいるんですけども、このアラビア半島に敵のガンタンク確認という状態です。キリマンジャロ攻略作戦発動中という中、ガンタンク出てきてしまったなっていうね、まあ、ちょっとそういう状態です。まあ、ガンタンクはとにかく硬いですからね、装甲がね。これを撃破するのはザクマシンガンだと苦労しそうですね。ちなみにバズーカーとかはまだ開発自体を進めていないので、バズーカー持たせた方がいいのかもしれないなっていう気もしてきてますので、まあ、開発費自体は500と少なくて済むので、なるはやで開発を行っていきたいと思います。ガンタンク長射程で撃ち込んでくるでしょう、きっと。この射程か、せっかくなんでバトルシーンも見ましょうか。ガンタンクの攻撃を受けて一発二発と当たって撃破ですね。まあ、3機編成のうち1機が撃破されたという状態ですね。これはガンタンクを仕留められるのかどうかすごく気になりますけど、まあ、我々はキリマンジャロ基地攻略最優先に進めてますので、これを先にやっつけちゃいましょう。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始。キリマンジャロの方ですけども、ここにもガンタンクいる可能性はありますが、敵の影を見る限りガンタンクはいなそうですね。で、我々の部隊ですが、まあ、かなり増強してまして、まあ、ランバラルには指揮官用ザクに乗ってもらっています。まあ、かなり期待 しているというところですね。あとは3連星、これにあとはシャア、これはですねザク2の指揮官用をカスタマイズしたものなので、以前乗っていたシャア専用機よりも、能力的にははるかにアップデートされているというものになっています。ではこれで進めていきましょう。3連星は3連星で一応固めてあります。まあ、3連星の火力をね、存分に発揮してもらいたいなというところで、3連星同士のスタックで、シャアとロンメルもスタック状態になっています。でこっから先はですね、まあ、できれば3機スタック編成で済んで、火力を出していきたいので、そのようにね今部隊を再編しているというところです。どうなんだろうな、今3連星を3スタックしてますけど、3連星3スタックするよりかは3連星を先頭に置いて、その後ろに無人機を置く方がなんか効率良さそうですよね。なので今土台と J 型が合体しているユニットが3連星を入れて9機あります。なのでこれの先頭に
3連星を置いて、ガイア部隊、オルデガ部隊、マッシュ部隊みたいな形にしようかなと思います。そうすると最も効率よく敵にダメージを与えて削っていけるかなと思いますので、今ガイア、オルデガ、マッシュが、3スタックしてしまっているのを少しいじりましょう。で、先頭に3連星をね、1人ずつ置いていくというのをちょっとプランとして考えたいと思います。なので移動は1人ずつ行いましょう。で、その上でここに重ねていくということをね、ちょっとやっていきたいと思います。こんな感じですね。で、隊列はマッシュとか一番先頭、こういう形で作っていくと効率がもしかしたら一番、いいのかなというふうに期待をしています。どうでしょう、これでみんな一番火力が出る編成になってくれたんじゃないかなと思います。索敵もちゃんとやってから攻撃をガツンと当てていきましょう。シャアもここにいるし、オルテガもここにいるしっていう風に、まあ、考えると、ちょっとオルテガは前に進めちゃいましょう。ランバラル隊を出してこやつを叩くと。で、一応ね、迂回させているザク2の J 型で、念のためにですね、補給ラインを敵が集中しているエリアまでつなげておきましょう。ギャロップはさすがに前に出すには足が遅いので、これも迂回ルートに回します。で、ファットアンクルにはですね、マザラタックとザクマリンタイプ一応入ってますので、これ会場に出してこの後敵基地に突入していきましょう。遅れをね、取り戻さなきゃいけないんですが、一度遅れると自転車操業的に転がり落ちていくのがね、このギレンの野望の面白いところでもあり辛いところでもあると思うんですが、なんとか巻き返すために今ここにエース部隊を集めているので、ここからキリマンジャロ攻略を終わらせて、でハワイ攻略のために必要となる水陸両用タイプのモビルスーツ、まあ、特にズゴックですね、ズゴックの開発にせっせとお金をね、投入していければいいのかなというふうに思います。この肌触りこそ戦争よ。このターンで撃破が完全に終わらなくても、次のターンではね、全部隊撃破してここが取れるかなと思うので、そしたら取って返してガンタンクを潰しておきましょう。舐めるわけにはいかんようだ。本気で行くぞ。で、モビルスーツの開発状況なんですけども、今グフが開発できる状態になってますが、お金がなくてグフの開発進んでいないので、まあ、グフはね、生産するかどうかは別にして、開発だけはね、しておきたいと思います。ドームの前提にはなってなかったとは思うんですが、念のため2500、コストとしてはかかったと思うんですけども、使っていきましょう。で、グフが来たらね、今乗っている内容で言うと、ランバラルが指揮官用のザクに乗ってますけども、その指揮官用のザクから乗り換えてもらうというのもね、原作好きな人からするとたまらない編成になってくれるんじゃないかななんて、思いますので、完成した暁にはグフには一度ランバラルに乗ってもらいましょうか。ここで前期倒すのはちょっと難しいなかな。デブロックに61式の戦車が2台、ここは61式の戦車が3台の編成になってますね。もうちょっと火力の出るユニット、モビルスーツが出てくると、この程度だったら、まあ一周できるのかなと思うんですけど。そうか、これ格闘まで考えたら、ここまで来たら
土台から下ろすというのも手ですよね。土台から下ろしちゃったら射撃の後に格闘が入るので、そしたら撃破できたのかもしれない。この辺りはちょっと僕がうかつでしたね。天使の魂よ、宇宙に飛んで永遠の喜びの中に漂いたまえ。ただ敵の数残り1機になってますので、これをじゃあ最後ランバラルでとどめさしますか。ランバラルはね、意外と能力上がってきてまして、今ランクは B まで来てますね。シャーがまだランク C か D だったと思うので、シャーを上げるというのも手ではあるんですが、お、シャーも B に上がってますね。であればどっちがとどめを刺してもいいので、両方が攻撃を仕掛けていきましょう。あとは敵さんにどっちを選択するか任せましょう。マイナ、その程度の腕では私に勝つことはできん。シャアを選んだんだな。これでキリマンジャロ基地攻略完了になります。先を考えて行うものだ。よく覚えておくのだな。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。ただガンタンクが出てきてるのを確認してるので、この後苦戦がね続いてしまいそうですね。キリマンジャロ基地攻略完了です。オデッサ、北米、中部アフリカの制圧が終了した。今後も予定通り地球侵攻を継続していく。だが兄貴、戦いを長引かせるのは良くない。兵たちの中には宇宙に帰りたがっている者も出始めている。今ならまだ兵たちの士気も高い。先にジャブロを攻めた方が良いのではないか。勢いだけで戦争には勝てんよ。しかし連邦のモビルスーツ開発に関する情報も入っています。ことは慎重に運ぶべきかと。 V 作戦と呼んでおるのか。はい、連邦のモビルスーツなど私が倒してご覧に入れますよ。頼もしいな。しかしお前は未来のジオンを背負って立つ身、軽率な真似だけはしてくれるなよ。相変わらず心配性ですね、父上。私もジオン軍人の端くれ、親の七光で出世したなどと言われたくありません。それなりの働きはさせてもらいます。 V 作戦か。我が軍は地球侵攻作戦の初期目的を達成し、地上での生産体制が整いつつあります。これにより大気圏外からの降下という危険を冒すことなく、地球侵攻作戦の継続が可能です。北京攻略作戦を提案します。兄貴、良い知らせがある。サイドセブンに潜入させた諜報部員がコロニー内に連邦軍の研究施設が存在することを報告してきた。もしかしたら V 作戦と何か関係があるかもしれん。赤い彗星のシャアをサイドセブン空域の調査に向かわせたい。はい、サイドセブンの方にこれシャアは向かわせましょう。ただ向かわせた後ザクがやられて、シャアが補給の要請をしてきた時に断るというね、そこで一旦スイッチを切ります。そうしないとその後3連星ランバラル等々が死んでいく方向に入っていってしまいますので、まあそうならないように選択肢にはね十分に配慮していきたいと思います。なので一旦ここはイエス、つまりサイドセブンにシャアを送り込みます。サイドセブン空域の調査に向かい、ドレン、デニム、ジーン、スレンダーを連れて行け。期待しておるぞ。いやでもドズルはスレンダーとか名前知ってるんですね。まあドレインはね、この時点でもう少尉とかだったと思うので名前覚えられててもおかしくないかなと思うんですけど、デニムとか確か曹長とかだと思うんで、曹長を覚えてるとかっていうのも疑問ですしね。はい、あとはこれで、ガウ攻撃空母が開発できるという状態になりましたね。さらにこれはマッドアングラーですかね。
ではだいぶターンを使ってしまって26ターンまで来てますが、地球侵攻作戦初期目標達成ということで今回はねここまでにさせていただきたいというふうに思います。